はい、皆さんこんばんは。それではセブントゥーダイですね、続きやっていきますと、前回はですね、熊に、襲われて感染してしまったんですが、あれから夜ですね、夜通し、蜂蜜を探し回りまして、なんとか、先ほど、病気の治療を完了しました。で、ちょっと時間に結構過ぎちゃったんですけども、この辺の一帯の家をですね、もう一回探索して、ちょっと結構銃とか使っちゃったりしたので、今探索の時に。弾を補充とか武器の補充をしたいと思います。で、やばいな。予定としては、あれ。いっぱいいるな。予定としてなんですけども、今日3日目の今午後ですけども、5日目まで探索してレベルと能力と、まあレベルとアイテムを補充しまして、で6日目と7日目なかなかしないなこいつ6日目と7日目で拠点作りかなをしようかと思います。だからまだちょっと、建築とかはしませんけれども、それまでにアイテムをいろいろ集めていこうかなと思います。これも調べられるのか。しばらしでちょっとね、この探索ゲームをちょっとになってしまいますけども、お付き合いいただければと思います。結構いるな。これで先制して、でレベルをどうしようかね、何に振っていこうかなっていう感じですね。今はちょっと2ポイントあるんですけども、家事をねしたいので、一応これあげたいんですけども、まあ、今すぐあげなくてもいいかな。一応強さにとりあえず振って攻撃力を上げてもいいかなっていうのと、回復、胃袋と回復か、あとこれか、有酸素運動かな、これ1個振っときましょう。スタミナがやっぱね、移動が結構苦しい。なんかあるな。ゴミだな。移動が苦しいので、スタミナをちょっと補充していこうかなって。なんか、銃が、弾があれば。弾があればもっと撃っていけるんだけど、そんなに弾には余裕ないからね。ちゃんと当てるよな。たまに余裕がないので、なんかあるかな。スーツケース、服、これ今どんな服着てんだっけ。すごい格好してたね。これは中は壊れはしないのか、フレームなのか。これ気になるっちゃ気になる。なんかこういうところにもアイテムがあったりするんだって。気になるっちゃ気になるけどね。まさにこういうところですね。なるほど。隠れてるらしいね。瓶かよ。いらんな。これ死体か。骨とかいろいろ肉とか手に入るけど、今んとこいらないかな。さあ、探索していきましょう。結構ね、やってて思ったんだけど、家の一つ一つにね、仕掛けがある。敵が潜む、その、罠みたいの。結構仕組まれてますね。だから、それがちょっと面白いかもしれない。弾か。お、レシピだと、おじいちゃんの、密造酒。密造酒やばいんじゃないと思うけど。良さげなものが。レシピはどんどん欲しいね。上だ。こういう仕掛けが。双方から殴って。狭いな。あそこにもあるの、よく見たら。今のはだから、不用意に突っ込むと、後ろを取られるっていう仕掛けだったんだね。なんかこういう、ちょっとびっくりするような仕掛け多いみたいですね。これでも足場崩れたりしたしね。
ゾンビが潜んでるかどうかわからんってことだな。なんかありそう。いやー、やっぱこういうのはあるんだね。ライフルの弾ばっかりか。ちょっと AK 持ってこなかったから。食い物か、食い物使っちゃうかな。これ食い物ちゃんと食っとかないと、このスタミナの最大値がどんどん下がっていっちゃうっぽい。おっと、罠だね、こういう仕掛けが。まだ生きてるか。おお、ドロップ品、略奪品、ライフルか。ライフルの弾を増えてきたな。ライフルどうする。ライフル古いな。なんか言おうと思ってきます。なんか知り合いにしたけどね、顔が。本当に知り合いかな、それは。本当に知り合いかな。ゴミか。ちょうどね、今日、録画、動画再開したんですけど。いやー、いっぱいんな。2月の1日、ちょっと、埼玉スーパーアリーナでイベントやってきました。とても楽しく、おー、レベル上がった。とてもね、楽しかったです。なんか夢のような。時間でしたね。霜ってわけじゃないけどね、観客3万7千人の前でちょっと霜ネタしてきました。ありがとうございます。で、あれから久しぶりだね。あれ、あのイベント前に撮った動画だったんで、今日すごい久しぶりに録画してるんですけども、いや、まあちょっとしばらく動画やってないとね、また動画やりたくなっちゃうって。あー、コンボか。一応もらっとくか。いらねえけど。ね、また今日から再開していきたいかなと思います。これ下だな、多分な。よし。コンコン。と、またそのうち、動画の中ではね、あまり、そういうの関係ない人もいると思うので、あれですから、今度また、そのうちね、そういった感想なんか伸びる放送でもしたいと思います。これ良さそうじゃない、これ。弾薬ボックス、あれが欲しいな。やっぱハンドガンがね、これグレードが低いっぽいから、グレード高いハンドガンか。あ、弾あったね、かっこいい。ベスト。あー、でも今ライトアーマーつけてたのか俺。じゃあいらない。あー、でも一応もらっとくか。9ミリ弾あったね。よし、ありがて。ここで死んだ人か。どうやったらそういう死に方するんだろう。おーショットガンですね。2連ショットガン、ショットガンジル。これ何に使うもんだろう。チェーンソーや大金と、あー、はいはい。で、棒をちょっとこれ入れ替えて、これいらない。で、スタンバトン、正解で、それっち、弓は一旦外して、スタンバトンとか面白いね。スタンバトン、スレハンは使うから、ショットガンもいいね。いいんじゃない?かなり強い武器手に入ったよ、また。ちょっとね、今回もまたちょっと探索パ、お、収益と。いいね。え?カラトゴ?何使うんだろう。探索パートになっちゃいますけど。自動販売機だ、これ。いやあ、壁じゃなかった、壁だけど壁じゃなかった、痛っ。くそ、硬えな。フレーム使うか。やってくれるよ。自販機だったのか。ああ、壊れちゃった。ちょっと待って、うまく。うわあ、なんか持ってかれる。壊せ壊せ。よし。オッケー。もう一段いける。ふう、脱出。うん。
これは戻るのはまた、ここは戻んなきゃいけないのかな。ちょっとこの家制覇。OK。でね、長くなっちゃいそうなので、ベースキャンプをですね、この小屋に設置しました。ここは私の庭です。ここに、いらないものをどんどんぶち込んでいきましょう。じゃあ、こっち2軒終わったので、向こう行きましょうかね。こっちの家。大体ね、そう、こう、こういうふうに入り口が決まってる。あ、足元がお留守でしたね。痛い。怪我しちゃった。回復しそうだな。なんかこう、入り口が決まってて、そっからこう侵入するようになってる、大体。で、そうすると順路があるみたいな。まあ、強引に割り込んじゃってもいいんだろうけど、そうするとちょっと面白みに欠けるっぽい。面白みに欠けるか。敵の反応。お、近くにいたな。濃厚すぎるな。ちゃんと頭狙えよな。分かってる。頭狙うと吹っ飛んで気持ちいいっていうのは分かってる。分かってるよ。みんなそういうの大好き。ベッドに落ちようか。出てきそうだね。そっちか。どう打ち。また打ち。ふう。レベル上がったんだっけ。また上がったら、ちょっと普通に強さとか上げとくか。あとちょっとまだこれ遠隔攻撃と近距離攻撃を今1ずつ上げました。まあパワー上げました。わかんない。とりあえず今ステータスに振っちゃうね。わかんないから、まずはなんだこれ、改造パーツ。まあちょっとこれはまあ勉強していきましょう。今勉強が大事。歩きながらの移動の速度も上げたいな。フードか。ラッキーゴーグル、名前がかっこいい。ラッキーゴーグル、同じもんだったな。色が違うだけだ。じゃあいらない。解体しちゃってもいいのか。多分いらないものはどんどん解体しちゃえばいいんだと思う。スタンバトン使ってみるか。どの辺がスタンバトンなんだ。どの辺がスタンしてるなこれ。スタンバトンってあれだよ、たまにバーってなるやつか。ちょっとボッコボコいってんな。何もなかった。もっと注意深く見ていこうかなと思ったんだけど、ビーン。あー、いた、いったー。しびれる、しびれちゃう。強いのか、強いのかな。めっちゃあそこ壊してるな。封印しとこう。どっちだろう。食料かな。食べたか。うん、壁壊してる。コーヒー、なんかコーヒーって飲むと効果なかったっけ。寒さに強いんだ、コーヒー飲むと。お、溜まった。素晴らしい。ここんちはやね、台所に玉があるね。台所に玉がある家ってのは。あぶねえ、そこ抜けた。ほら、罠だったね。多分でも、うわ、よしよし。そこが抜ける場所だったんだな。いやー、引っかかったか、面白かったか。なんかこういう、この品は探ってると時間かかるから。あ、でも落ちなきゃいけないか。でもここから降りるぜ。ここから降り、
落ちた方が正解っぽい。そこら中から声がするな。よし、ヒューヒュー、気持ちいい。ビタミン剤か、抗生物質が欲しかったな。ね、あとビーカーが欲しいんですよね。いつでも病気になってもそうすれば大丈夫になるし。ライフルの弾、これは本だ。派手なバッグ、あー間違えた間違えた間違えた、危ねえ、解体しようだった。おおおおおおお、なんかしょぼいな、思ったよりか長かったよりはしょぼいね。あんまりもうちょっとあってもよかった。釘マジでしょぼしょぼだ、しょぼしょぼではないか。ショットガンの弾、こっちもあるね。ああ待って、これ開けてない。あ、いるね、近いね。また撃ち、あぶれ。サムネにしづらいよ。頭飛びまくったな。銃があればこんなに簡単。あ、でもこっち銃の、あ、またどういう死に方したらこうなるの。え、それだけ、ツナ缶だけでした。ツナ缶だけ、あ、やった、ガンロッカー。ちょっと待って、ピック持ってきた、あるね。よしよし、ガンロッカー、前回しょんぼりだったガンロッカー。3回でいければ、うん。あ、これ病気治すやつですね、蜂蜜。いいっすね、紙はいらない。23回でいけないと効率悪い気がするな。なんか微妙、なんか微妙じゃない。ああ修理キット、ショットガンとかあれ直しちゃっても良さそうだけどね。修理キット、ポン、はい、次これは、あー改造パーツ的なやつか。改造パーツならいいんだけど、製造品はまだ今作れないのかな。次、まあいいや、この辺が本番でしょ。レザーグローブ、グレードが4か。着用し、いいんじゃない、こっちはいいや。てか正面から来てね、この辺とか解体しちゃってもいいんだけど。あ、もし、こっから来てるっぽくね。あーあああ、ちょっとショットガン使ってみる。おう、一撃ですよ。44マグナムとかあるね。弾も一応作れるんだな、スナイパーのあれがあればね。なんかその知識があって、あと材料さえある。つか食料品ばっかり。いや、ガンロッカー行こう。ガンロッカーをね、殴り壊すのもありらしいんだけど、さすがに殴り壊すのはすげえ骨が折れる。でもリスクは時間かかるだけらしいよ。時間かかる以外のリスクはないそうです。なんかぶっ壊すと中身も全部壊れちゃうのかなと思ってあれでしたけど、うわは、ロックピック壊れすげえ、4本あったのに。頼む、嘘。
こういうことが起きるんですね。マジかよ、6秒、あと1秒だったのに。ちょっと待ってて、壊すじゃあ、しょうがねえな。はい、ということで、ロックピックがギリギリのところで壊れてしまったので、はい、じゃあ、ロックピックがですね、ギリギリのところで壊れてしまったので、ガンロッカーぶっ壊しました。あの、鍵を。すげえ時間かかりましたね。で、スレッジハンマー。微妙な気がするな。これ何に使うもんだ？精度、だからこれ AK につけられるのかな？ AK だってこれ。改造する。うん、AK をつけに装着できるんだな。そして夜になりました。空き缶いらないから。弾今あんまりないので、そうなんか。パーツ、パーツ、ボトルウォーター、水飲んじゃおうかな。一生懸命壊したけど、そんなにいいもんなかったですね。おかげで夜になっちゃったよ。これじゃ、とりあえず、一旦朝まで、身を潜めて。で、また夜になったら、また昼になったら、活動化して残り2件かなをやっちゃいましょう。とりあえず今はこれ動かない方がいいかもしれないな、ここから。まあでも荷物整理だけしに行こうかな。はい、朝になりまして荷物整理も OK です。じゃあこっちもこっちも、そしてその家も終わったので、あと向こう側の家3軒かな、やってっちゃいましょう。ちょっとね、見栄え的には同じ探索ばっかりになってしまいますけれども、そういうの気にせずやらせてもらいます。やっぱね、それに武器防具を揃えていかないと、おそらくそのフェラルフォードに耐えられないのではないかと思いますので、思いますのでって、あんまこう上っぽいね。いきなり上からだね。そういった意味ではあまりハンドガンバンバン使わない方がいいんかな。ね、弾。お、かっこいいジャケット。防寒。ただ、あんまり着込みすぎたり重たいすぎると、スタミナの消費量が増えちゃうっぽいんだよね。だから、あんまり。ああ、下手くそだな。頭振ってる敵はやりづらい。やりづらい。しぶといね。頭振ってる敵は本当にやりづらい。は？降りちゃっていいのかな？降りちゃって良さそうだね。なんかある。弾だ、やった。微妙。ダメじゃないけど、微妙。これ本番で使いたいんだよね。その、フェラルフォード、本番で、あ、開いてない。本番では、AK とかそういう強い武器を使っていきたい。おそらく近接は使うことないんじゃないのかなと。おお、効いてる。ちょっとすいません、またここ漁ります。この漁ってる時間が結構無駄だと思うので、ちょっと倍速で、まあ戦ってるシーンも正直倍速でいいかもしれないですけどね。まあ、倍速。瓶ばっかりだな。缶と瓶いらねえ。スパナ手に入ったね。スパナは、車を解体するのにいいらしいので、後でちょっと車解体するか。中からガソリンだの何だのが手に入るらしい。拳銃修理しておけばよかったな。おっと。
あ、当たりが悪い。頭に綺麗に刺さったね。投擲大好き。待って、こいつ。おお、気持ちいい。今後の強敵に多分使うんだろうな、ショットガンな。今使うのは本当に無駄なんだろうなと思うけど、まあ、ちょっとやりたいかと。ことで。なんか、向こうに行けるっぽいね。たまに罠があるから気をつけなきゃな。あった。あった。チャレンジだって。男ジョンビを倒す。男ジョンビを倒す。多分クエストでしょ、これ。あとでジャーナルを見ようか。よし。オッケー。あ、クリアかな、ここ、この家。大体最後にいいものがあるんだよね。最後にいいものがあんまり。でも弾か、使った弾が返ってきた感じか。ライフル、ライフル、アイアンブーツ、アイアンブーツか。ヘルメット、タレットみたいなのかな。ガラクタ、アイアングローブ。いやー、こっちの方がいいな。アイアングローブ重たすぎるね。レザーブーツ、防御力はあるんだけど重たすぎる気がするんだよな。あんまね、移動手段がない今となってはあまり重い装備は私は個人的には好ましくないと思ってるんだけど、どうなのかな。ライフル使ってみてえな。ショットガンよりも、あ、じゃない、ライフル改造パーツがないから。あー、スコープがないと微妙っぽいな。スコープがあれば狙撃ができるね。ではもう一軒行っちゃいましょう。もう一軒っていうか、まだまだ行けそうだね。こっちも行っちゃおう。男ゾンビを殺す、さっきのやつか。クエストもやりたいね。 700m か。今回のパーツできるだろうか。ん、ストレージ。あ、弾超あるじゃん。ハケも手に入ったし。ハケって何使うの？色塗るの？こっち？こっち？ああ、頭いけば一発いけるな。ただ、相当狙いつけなきゃいけないから私には無理かな。気持ちいい。フォールアウト思い出すな。フォールアウトシリーズを思い出します。頭を打ち、チュキーンって打ち抜くの気持ちがいい。ただ連射が効かないからちょっとね、複数体に相手するのには無理かな。汚い。え？なんか洞窟があったぞ。まあちょっと順路かどうか分かんないから。おお、危ねえ。下があるな。落ちるとこだったね。多分これ。下に落ちたらそこから上がってくれるとか、そういう落ちか。なんか騒がしいな。あ、いっぱいいる、いっぱいいる。うわーく、これAK強いな。連射も来る。騒いで騒いで。めっちゃ大騒ぎだ。
恋の大騒ぎだ。弾ありすぎだ。あ、めっちゃ入ってくる。うわー、ゾンビ大襲撃。経験値がうまい。あ、やばそう。音に釣られて入ってきたんだね。すごい、すごいけど弾もあればただの経験値だなこいつら。弾さえあれば。ただ音はやっぱやばいってことだねこれね。要は日数によってこの敵が強い敵が出てくるらしいんだよ、フォレストとかと一緒に。お、上がある。で、今みたいに下手にぶっ放すとやっばいやつが出てくるのかな。お、今はまだご利用し可能だけど今後はどうなるかわからねえよってことかな。フラッシュライト面白いね。こっちもあるっぽいけどな。まあ、ちょっと今回荒めに探索していきます。荒め。お、ベーコンエッグだって。ベーコンエッグ覚えよう。荒めに探索。開くのか。あ、やべ。あー、しまった、引っかかった。リロードしてなかったか。あ、壊れちゃったのか。そらそう、そらそうだ。使いすぎた。そっか、ハンドガンを修理してなかったからか。そういえばハンドガン新しいの手に入んないね。これ、ここで手に入ったらいいかな。ああ、よく見ていなかった。ハンドガンはやたら手に入るんだけど、肝心な本体がなかなか。入れ替えたい。シャンカン、食べるものか。ショットガンが2個目だな。こっちのショットガンを捨てちゃって新しいのに導入するか。アイアンヘルメット。硬い。ハケ。まあいいや。レザーブーツはスタンバトンもあるね。まあ、全部一応もらっといてもいいけどね。でもそんなに、そんなにいらねえかなーって感じはする。お、いいね。修理来ちゃったな。修理しちゃうか。ハンドガン手に入りそうだけどな。なんかもっとグレードの高いやつが手に入りそうだけど。まあ、バトンとかもいらないかな。レザーブーツも上のランク持ってるからいらない。この辺はあの改造パーツつけてもいいけど。うん、じゃあ戻りましょう。あと1件あったかな。さて、アイテム置いてきましたけども、この家はどっから入るんだこれ。これは格子になって。ここ脆そうだけど。あ、待って待って。エアドロップ。エアドロップ機の音がする。飛行機飛行機飛行機。ちょっと待って待って。お前拾ったことない一度も。なんか、どっかでエアドロップしてくれるらしいんだけど。え?一回だけね、なんかあの荒野で見たことあるんだよ。なんか赤い煙がモクモクモクって立ってる。パッと見見えないな。ちょっとパッと見見えないですね。もっと向こうまで行けば何かあるかもしれないけど、ちょっとそこまで行くのに時間を要するのは微妙かなということで、やっぱ探索に戻りましょう。入り口みたいのないな。普通にこれ開くのか。普通に開いたわ。ああ、
ライフル音がでかいのか。ライフル威力はあるけど音がでかいんだな。周りの人が全部来ちゃう。威力はあっていいんだけどね。重りヘッド、あれですね、威力上がるやつか。お、四駆トラック付属品、トラック作れるようになるの？マジで？いずれ？楽しみだね。ライフル使うんだったら多分 AK 撃った方が多分いいのかもしれない。同じ一発だし、今気持ちいいから撃ってるけど、待ってか、せっかくハンドガン流すからハンドガン撃つか。また食いもん。あ、いいやいいやいいやいい。開いてますよ。当たり使いや、当たり肉。開いてます。お、怪しい怪しいの分かったけど、荒ぶってる音がする。なんか微妙だな。いや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 、この男の人強いね。普通に普通に死なないな。レベルアップポイントも使わなきゃな。ちょっと遠隔に耐えりきってる感はある。だって強いんだもん遠隔武器でも弾取っといた方がいいのかな。ダメージ食らうんだったら銃使っちゃった方が良さそうな感じがして今。当てにくい。この人頭狙うの苦手。なんかなぜか知らないけどこのハゲ頭狙うの苦手だな。なぜだかは分からない。なんか、なんだ、ショットガンね。ここにアイテム発見。ふう、上に出ると、え、あれかい？ミスターミートみたいにあっちに行けるってだけかな？と。あっ、あった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 。ただなんか音が。いるんか？あーあ、あ、あああ危なかった。危なかった。足を滑らせてしまった。あぶな。あー、拳銃もう一個。グレード低いな。なんか金、金かなこれ。金鉱が手に入った。トウモロコシ。金とか何に使うんだ。よし。あ、いいね。消防の。これ、あの、お衣装のよりも、ランクが上のやつだ。どうやって出んのこれ。勝て。あ、これ柔らかい。え、じゃあ別にそんな飛ぶ必要なくなかった。普通に脱出できんじゃねえかこれ。微妙ですね。まあいいや、ここは脱出できそうだな。そんなにあの家越えてくる必要ないぐらいは簡単にここ破れるじゃん。そんなやることなくなかったね。さあ、あらかたこの辺エリアの捜索が終わりました。ちょっと銃が少ない気がしますが、
まあ弾はそれなりにあんのかな。ちょっと銃が少ない気がしないでもないんですけども、このイラーの、ここイラーの、まあハンドガンも結構あるし、もっとハンドガングレード高いやつ欲しかったね。探索終わって、あと向こう側にも何軒かありますが、まあそれはまた次回にしようかなと。で、豚がいる。イノシシかこれ。まあそれはまた、あれだね、次回なり、にして、で、そろそろ拠点作りに入りたいかなと思います。まあ、1回目のフェラルフォードに関してはそんなに無理に拠点を作らなくても既存の建物をやってもいいのかもしれないですけども、ちょっとその辺、やろうかなと思います。それではまた次回お会いしましょう。さよなら。ナイフどこ行った？